国鉄素300系貨車は日本国有鉄道が素200系の改良型として製造した橋下高設専用の事業用貨車である。自走用エンジンを持つが分類は貨車である。素300型は1966年に日立製作所で2両が製造された。一般的なミサオ獣車のように鉄道車両の脱線事故があった際の車両。 設備の復旧用ではなく、橋桁の仮設工事に用いられるもので、ブームを最大に伸ばした。際の扱い荷重は35トンで、ソニ0百型よりも5トン増加し、橋桁の減量を不要とした。またその際のブームの旋回範囲は4メートルとなり、隣接する線路からの橋桁仮設が可能となった。クレーン用の動力として、床上動力室内に、 出力 50PS のディーゼルエンジンを装備しており、橋げたり上げは直接、ブームの伸縮、旋回は油圧駆動となった。また、ソニー100型では、砂利の積み下ろしによって行っていた、バランス調整も、本形式では謝罪された、バランスウェイトの移動により行うようになっている。全長は 27,500mm、時長は153.5トンに及び、 国鉄の鉄道車両としては最大であった。この自重を支えるため、台車は、板台枠式の4軸ボギー台車4機を前後に軍に配置した4から4軸複式ボギーである。橋桁の荷重のかかる、クレーン側のナンバー3、ナンバー4台車の車軸は15トン軸であるのに対し、エンジン室側のナンバーワンナンバー2台車の車軸は、通常の12トン軸であるのは、 ソニー百型と同様である。本形式は、自走専用の出力 300PS のディーゼルエンジンと変速機をナンバー2、ナンバー3台車間の床下に装備し、ナンバー3台車のブーム先端側に軸を駆動する。また、勾配線区での使用時に粘着力の増加を図るため、駆動軸の軸重をこの軸に装備した空気バネによって、通常時10トンから17トンに切り替えることができる。 自走時の最高速度は平坦線では時速 25km、作業時は時速 20km である。ブレーキ装置は自走用の電磁直通式、回送用の貫通式の2方式の切り替え方式とし、ナンバー2及びナンバー4台車のみに採用する。牽引回送時の最高速度は時速 75km である。1987年の国鉄分割民営化後は、 東日本旅客鉄道に継承され、ソ300とソ301が田町電車区所属となったが、老朽化と後継となる保線機械の開発により、ソ300が2000年1月5日に、ソ301が2001年6月14日に、それぞれ廃車となった。群馬県安中市の薄い峠鉄道文化村に、ソ300が保存、展示されている。また、 大宮総合車両センター内に一般公開はされていない、素301が留置されていたが2016年12月5日に同所敷地内で解体された。ありがとうございます。